ホークアイ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の11、ホークアイ。ファーストダウンとゴール、残り8ヤード。ワイドレシーバー4番、ヒッチパスのキャッチアンドランで出ましたが、これはアジャストされ、むしろロス。セカンドダウンに移ります。